でもここ見ると、まあ、僕もそういうことはそんなに詳しくはないですけど、はい、要はその、まあ、移転方角ですよね、居場所の移転、工事、移転、旅行、嫁取り、でその根人様の意味嫌う方角でやられると、そのさっきも言ったように家族7人がたたり殺されるって言って、で現実にですよ、この教祖様、まあ当時は赤澤さんですかね、赤澤文治さんがその自分のお子さんを3人亡くし、義理のお父さん亡くしの牛を立て続けに2年亡くし、全部勘定すると7になると。つまりその教祖様自体も根人にたたられた身ですよ。もっとズバリえぐい言い方すると、根人に自分の身内を殺された人ですね。そこまで恐ろしいと思ったから、まあ深い根人信仰に一旦なるわけですね。それは根人を崇拝するんじゃなくて、そのさっきじゃなくて根人の怒りをその回避する信仰のことでしょ。そのいわゆる根人にたたられないように逃げていたはずの根人、いわゆるまあ暴れ馬のような神ですよ。もっと厳しく言えば、あんたあのダダッコみたいなもんですよね。自分の方角に気に入らなきゃその家族を7人殺してしまうなんてのは、まあ普通に考えたら神とは我々は呼べない。魔人ですよね。その魔人がその説明がないんですよ。どうしてある時突然天地金の神、まあ何回か名前変えてますね。神さんのね。最初は根人信仰のはずが、何かその天神、合神とかを混ぜてみたりとか、まあまあしながら、最終決定版、天神金の神なんですよ。天地金の神。この経緯がね、つまり魔人に近い、だだっこのその邪悪なね、人の命を奪い取るような、そういうのですよ。どうしてその、まあ同じことですよ。なぜそれが人々を救う最高絶対神のような真逆です。この説明が根高教では全くなされていないのが、どうしても我々素人衆はちょっと怖いですよ。だって今は天地金の神って言うけど、あなたはでも正体は根人でしょっていうことになると、やだよそれはまだ立たれる癖が残ってるとしてるよ。いや、それは怖いもんだなと。まあ、こういう風になるわけですね。その辺、教祖様は何かしっかりした説明ってあるんですか？まあ、それは、教祖様からどうぞではなし、まあ、いろんなものを教祖様に感じ残されたというようなものが、から、これは推奨するんですけれども、教祖様が42歳の時に、喉心中、はいはい、扁桃腺ですね。まあ、厳しいやつですね。はい。その時の状況というのがね、まあ、私にとったら、ここはすごいことだなというふうに感じたのは、その時には、まあ、いわば教祖様の奥さん、弟さんが、まあ、お洗濯中してね、うん、ですね、まあ、そして拝む、うん、それで、まあ、神学、そういう感覚なんですね。それはご承知やと思う。でその会話がありがあった時には、生きるか死ぬかのような時に、まあ、一種そこには根人というそのものもあったと私は思うんですね。いわゆるなぜかというと、日柄方位方角にずっと見てもらって家を建ててきたわけでしょう、ね、そして建ててきたにもかかわらず、のぞきになった、なっちゃった。でそこで石津さんという、これは四国の石石津山というのがあります。はい、その、まあ、神様を祀ってあった。で、そこからそのお父さんに神がかりがあって、この家においては方位方角、いろんなことにご無礼をしてよというそういうくだりがあるんですな。書いてありますね。はい、建築移転の際に根人に無礼をしたせいだと、まあ、そう言われたと。ね、はい、そうしたら。その時はそうなった時に、舅の八百蔵さん、お父さんですな、はい、この家においてはそんなご無礼なんかはない、ありえないと、なんでか言うたら、その自分の、まあ、いわば娘の子が、日柄方位方角というものをずっ
と守ってきておられるのが、うん、にもかかわらずなんでこんなことになるんやと、うん、いうのがこれが本当の姿やと思うんです。まあ、当然そう思いますよね。ずっとやってきたのに今更そんなこと言われたってそんな日はないよと、うんうん、ところがそれを聞いておられた隣でも、もう虫の息みたいな状態でしょ、京様は、はいはいね、その生きるか死ぬかという時に京様は今言うた藤子、これは京様聞いておられたの隣の部屋で、うんね、あの藤子の言うたことは間違いですとこう言われた。私を犬の年は何月何日に報道会で見てもらうだけれども、私がそれを見てもらうって、それで済んだとは思うと思っておりませんと思う、うん。ただいま申しました、宇治子のことはどうぞお許しください。その義理のお父さんが立てついたというか、まあ、はい、難癖つけたことをお許しくださいと。はい、私はやっぱり、実は方位方角に深い誤りがあったんだと。はい、なんもそれ自分はこうして垂れたけれどもなおまだね、垂れたくなんだとは思ってないと、いろんなことをしたけれどもそれ以上のことを京さんはのお心の中ではあったわけですよね。尽くしても尽くしても。だから例えば子供さんが疱瘡を患われた、うん、その時に高田筑前さんという宮司さんを呼んでおられる、うん、それをお祓いしてもらうため、うん、昔はそういうことみんな家の外に目端かかそういうのを払うそういうことをやる。これ全開した時にそのまたお祓いしてもらうため、うん、お礼のお祭りをした。そしたらその高田筑前さんという方はなんと今までわしはこうして宮司みたいな寝食をしておったけどこれほどまでお礼をねしてもらったこと試しはないというぐらいに京子様は二人の子供さんが助かったというこの助かりに対してのお礼をこれだけでしてるまた進んだとは思わんというそういうものを表しておられるんですよね。高田筑前さんがね。あ、でも何そのせっかくのお子さんがそれは一体放送治ったんだけど最終的には亡くなっちゃった人の話です。違いますよ。あ、その方は生きた方ですね。はい、あ、三男、五男、五男、四男の方。だからそこのところはね、助かられたんですけれどもね。それでも、教様の奥にあったそういう根源、教様はこれが根源やという根源信仰というそういうものは私はなかったの。ただ当時にあってはその根源という、うん、そういう感覚での、うん、向かい方であった。だからある種言ってみれば京様はもっと違う信仰心を求める人間じゃなかったんだろうかな、うん、私たち素人から見るとね、まあ、今おっしゃる意味はそういうことだと思うんですよ。要は表面上はね、うん、岡山界隈で根人と恐れられてた神なんだけど、まあ、それは人様がそういうしただけのことで本来神さんはそんな別に荒ぶる神ではなくなかったんであろうかというような意味合いのことですよね。まあしかし我々素人衆から考えると、結構無体な神っていうの振る舞いかなと。なんつうか当然その前例があるからみんな恐れたと思うんですよ。下手な方向になんかするといやだまあ本当にこう立て続けにあのうち死人が出るよと。で当然この教祖様もそういうことの流れがあるので、まあ確かにね教会長さんのおっしゃるもう一個深い目で見れば教祖様は違うもうもっと深い神を見つめてたんじゃないかって。でもまあごめんなさいね、それはある意味後付けの理論つったってそれはまあそう見えてもしょうがないと思うんです。うん、要は整合性が取れないから、さっきのその荒ぶる根人がどうして全知全能の神になったのかっていうことの整合性が取れないもんで、そう解釈せざるを得ない後の人間ともまあ取れるわけですよ。ただ僕らはね、まあ宗教というものはやっぱりその終始一貫した
の整合性、時代が変わろうが場所が変わろうがね、世の中がどう政治形態に転覆しようが、人の心がどう変化しようが、一貫しているものでなければやっぱりそれは身と心を預け切っていくっていう、まだ逆に言えば預け切っていくためには宗教というものはそうであるべきだと、まあ、そういう観点で僕はずっと見てるんですけども、そのおおむね神道が説くところの、特にその教派神道がね説くところの神っていうのはどうも僕にはね落ちないんですね。